高橋圭介の FD 350馬力は伊達じゃねえぜ。あの86スタートダッシュを見る限りせいぜいよくて150馬力ってとこか。モンスターなのは車じゃなくドライバーなのか。遠慮はしねえぜ。ストレートでちぎるのは不本意だが、これはタイムアタックだからな。ガードレールから5センチと離れてなかったぞ。あんなスピードで曲がるやつ今まで見たことねえ。何？差が詰まってる。やつの車が近づいている。気のせいだ。そんなバカなことあるわけねえ。追いつかれた。何が起こってんだ。気が変になりそうだぜ。セカンドの立ち上がりは互角だけど伸びが違うか。ちょっとでも直線が長いとドバッと差が開く。マジかよ。ケイスケの FD があそこまで追い回されることなんてなかったぜ。直線では俺の方が速いんだ。それなのに食いつかれるってのはコーナーワークで負けてるってことか。パワーの劣る車に追い込まれるなんて走り屋として最大の屈辱だ。そんなことは死んでも認めたくねえぜ。うちのクソ親父もあの車を抜かねえと勝ったと認めてくれねえだろうな。しょうがねえ。あれやるか。ガソリン満タンかかってるからな。仕掛けるポイントはこの先の5連続ヘアピンカーブだ。どうしたんだ。今日に限って FD がやけにのろく感じられる。セカンダリータービンが止まってんじゃねえのか。うわあ、すげえ。あの86完璧なブレーキングドリフト。ケイスケがツッコミで負けてる。 FD がアウトになった。86は、うわあ、ヘアピンなのに減速しねえ。何考えてやがる。今のは圭介が抜かれちまった。来たぞ。どっちだ。86だ。すげえ。どうなってるんだ。86がぶっちぎりだ。くそ、俺の FD が86なんぞに負ける。そんなことがあってたまるか。350馬力がボロ86に。今ゴールした。圭介が負けた。やった。